今日の朝もキクと一緒に元宇治の森を散歩します。静かな森はいいですね。キクが飛びかかってきますね。ちょっと癖は悪いんですが、キクの情愛の示し方ですね。ちょっとやめさせたいんですけどね、なかなかうまく訓練ができません。元宇治南は原生林が広がっている森です。ここでしばらくアップダウンを繰り返しながら山の中を歩いていきます。海岸沿いに来ましたら、キクは岩の崖の上にいる猫が気になってしょうがありません。何回も飛び上がって上にいる猫にアタックしています。結構崖はね、垂直で3メーター以上あるんですが、軽々とキクは上上がっていきますね。しばらく上の方で猫を探してますが、猫も偉いもんですぐ逃げてしまいます。さあ降りましょう。また再びチャレンジして上の方へ潜っていきます。あ、落ちてきました。さあしっかり遊んだんで喉が渇いたでしょう。水を飲みましょう。さあ今日もキクと一緒の元宇治での散歩は終わりです。夏も盛りですね。